ソユーズ MS-07 は国際宇宙ステーションに第54次長期滞在クルーを送り届けるために2017年12月17日7時21分、アトクに打ち上げられたソユーズ宇宙船である。136機目のソユーズ宇宙船でロシア人のコマンダーと日本人医師、アメリカ人のフライトエンジニアの計算名が登場した。当初、 ロシア人宇宙飛行士のアレクサンドルスクボルソフがこのミッションの指揮を取ることになっていたが一時的な医学的な理由でフライトクルーから外れでソユーズ MS-13 に移ったためシュカプレロフがバックアップクルーから外れでソユーズのコマンダー及び第55次長期滞在のコマンダーに割り当てられた国際宇宙ステーションの配置スペース X ドラゴン CRS-14 ISS 再補給船、プログレス MS-08 再補給船及び MS-07 とソユーズ MS-08 有人船の4機の宇宙船がドッキングしている。このソユーズ宇宙船は NASA のスコット・ディ・ティングル、ロシア宇宙局ロス・コスモスのアントン・シュカプレロフ及び国立研究開発法人宇宙、航空研究開発機構、JAXA のカナイセンシゲルを運んだ。 この3人の到着によって、ステーションの人員は再び6人に戻った。3人は、第54次長期滞在のコマンダーである、ロスコスモスのアレクサンドル・ミシュルキンと、乗組委員のマーク・ティー・バンデヘイ及びジョセフ・アカバと合流した。乗組委員たちは、生物学、地球科学、人体実験、物理科学及び技術開発といった分野の約250。 の調査研究を4ヶ月にわたっていった。バンデヘイ、赤羽及びミシュルキンは、ステーションに2018年2月まで止まり、ティングル、シュカプレロフ及びカナイは2018年6月に、地球に帰還した。今回の乗組員は、米国セグメントの乗組員数を長期的に3人から4人に、増やしており、NASA が、宇宙ステーションでの研究に、最大限の時間を割くことを可能にしている。 今後、微小重力環境下での光ファイバーフィラメント製造の利点や先進的な光学材料や電子機器の設計に不可欠な構造に関する新しい研究、宇宙空間や地上での長期間寝込んだ際などでの筋肉の衰えに対処するために設計された薬剤化合物及びドラッグデリバリーシステムの調査などが行われる予定である。17年以上もの間、 人類はステーションに住み続け、働き続け、科学的知識を深め、新しい技術を実証し、地球上では不可能な研究のブレイクスルーを実現し、人間やロボットによる新宇宙への長期的な探査を可能にしてきた。世界的な取り組みとして、 18カ国から200人以上の人々がこのユニークな微小重力実験室を訪れ、95カ国以上の研究者による2100件以上の研究調査が行われた。打ち上げ、ありがとうございます。